この問題は大津高校サッカー部に所属する高校3年生の男子生徒が去年1月応援のため宿泊していた施設でいじめを受けたものです。被害を受けた生徒は複数の先輩や同級生から先輩にあだ名をつけたと疑われ、謝罪を強要された上、全裸で土下座をさせられ、その様子をスマートフォンで撮影されていました。これを受け学校では昨夜、保護者への説明が行われました。サッカー部の中でですね、起こりました事案ではございますけれども、学校としては、その生徒たちの活動に制約をかけるという考えはございません。このように部活を継続するとの考えを強調しました。この対応に被害を受けた生徒は、実際とかこうやって加担して写真撮ってますし、こういう事実があっても、そういう方向性でいくのであれば、そのやっぱ呆れちゃったなっていう。熊本県教委は重大事態として調査を進める方針です。